さん、まあ確かにね自分の生きる責任ぐらいは自分一人で持てると思いますけども会社を経営したりね会社の中で部下を持ったりするとその彼らの責任まで背負っていかないといけないんですよねだから上司とか先輩ってバカにするもんじゃないんですよやっぱ部下を一人でも持っている人っていうのは無責任な人もいるかもしれませんけども少なくともね 部下の責任まで負わないといけないから2倍3倍5倍10倍部下の分まで重圧を感じながら日々出勤してるんですよねそれが無能に見えるのはただ人の責任を見抜けないからなんですよ無責任だからこそ人のことを指差してわーわー言えるんですよねでも自分の責任を感じ始めるとまあ部下や後輩をどんだけね批判したところで そいつらの残したものは全部自分の肩にのしかかってくるから、いくらでも残業してやらないといけなくなっちゃうんですよね。で、挙句に言われた言葉が、あれ、吉谷さんが帰らないから、僕らも帰らないじゃないですかって。これがね、どれだけ的外れなことを言ってるかとかね、どれだけ頭空っぽなのかってことがわかる言葉ですよ。でも、そういうふうに、こいつら使えねえなと思っても、じゃあ使えない状態にしているのは誰なんですかと。なんで育て上げる 技量がないんですかって言われたら上司や先輩はやっぱりああ俺のせいでこの状況を招いてるなと思うわけですよ。で物分かってない人間は指さして人のせいにすればいいんで、まあ、楽ですけどもそういう人間が出世へ達することはまあないでしょうね。はい。あのね今回のタイトル「字なんですけども自じゃないや有名の「ゆ」にしましょうか。有名人の,ユあの「ジャッキーチェンの 真似事をしているお笑い芸人のジャッキーチャンさんっていらっしゃるんですけども、実はこの方ね、9年前から YouTube されてるんですよ。で、その頃って結構ね、テレビにもよく出ていたんですよ。テレビによく出ていたからこそ YouTube 活動ができなかったかもしれませんけども、テレビによく出ている時に YouTube をやって、YouTube もやってるんだよってことを知らせていけば、こんなことにはなんなかったなと振り返りながら見てるんですけども、今、ジャッキーチャンさんね、やることなくなっちゃって、 何やっても当たらなくってゲーム実況とかになっちゃってるんですよこれだとねジャッキー・チャンさんという有名人の持ち味も活かせないしゲーム実況っていうふうにもうね超レッドー者のところに入っていって何かをやらなくちゃいけないってことわ分かるんだろうけども今日8月26日深夜4時のゲーム実況のライブ放送視聴者2人です、ね、痛々しいことこの上ないですねでも才覚はある方なんで ちょっと YouTube との付き合い方を変えるとこれは10万人とととかあっいいう間にいくと思いますねまあなんせあれだけジャッキー・チェーンに似ていて演出もアクションもジャッキー・チェーンそっくりで石丸ひろやさんとかね通訳の通訳じゃないあのアフレコのそれからジャッキー・チェーンさんご自身も認めている方ですねなんせあのやっぱ数百万人の方の目の前に。 身を晒し続けてきた人ですからここで終わるわけがないと思うんですよだから何が言いたいかっていうと有名人だから有利だよねっていうのは、まあ、そんなにね通用しないんですよやっぱり YouTube というインターネットというメディアと自分自身をどうかみ合わせていくかってことに失敗するとちょっとね苦しい YouTube 活動になっちゃうんですよね有名人有利だとは限らないいってらっしゃい